韓国文在寅大統領の支持率が過去最低に本日韓国のギャラップが発表した世論調査の結果韓国の文在寅大統領の支持率が41%となり過去最低となったことが明らかになりましたこちら大統領選の得票率と同じ数値まで下がったと言われておりますがこの現在の韓国政府日本に例えれば 民主党政権ののののようなももであり、り韓国人の皆様も多くの方が被害に遭っっててしまっておりまおす。今後も韓国の文在寅政権が続いてしまった場合、韓国人の皆様が大きな被害を受けることが予想されますので、韓国人の皆様、早急に新しい政権を作っていただくように、お願いいたします。 以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。